今回はウマ娘人気について解説するぜ。よろしくお願いするわ。ウマ娘って、もう、とんでもない人気だよな。ほんとよね。街中歩いてても、ウマ娘のグッズ持ってる人、よく見かけるわ。海外でも人気らしいぜ。え、そうなのね。海外の人もウマ娘好きなの？うん。特に中国では、ウマ娘のコスプレイヤーも多いんだってな。へえ。すごい。なんでこんなに人気なのかって、いろいろ理由があるんだぜ。教えて。まず、キャラデザが魅力的なんだ。確かに、みんな可愛いよね。そして、ストーリーも面白いんだよな。そうよね。育成とか、レースとか、いろいろ楽しめるし。さらに、声優さんも豪華なんだ。そうそう。好きな声優さんが、いっぱい出てるよね。あと、音楽もいいんだよな。アニソンもゲームの BGM も、すごくいいよね。ゲームのシステムも、中毒性が高いんだ。私も、ついついプレイしちゃうわ。そうやって、いろいろな要素が組み合わさって、人気が出てるんだぜ。なるほどね。あと、ウマ娘は、単なるゲームじゃないんだよな。どういうこと？ウマ娘は、リアルな競走馬をモチーフにしてるんだ。そうよね。だから、競馬ファンも、ウマ娘にハマるんだよな。なるほど。さらに、ウマ娘を通して、歴史や文化を学べるのも魅力なんだぜ。へえ。知らなかった。例えば、ウマ娘のキャラクターには、実在した競走馬の名前や特徴が反映されてるんだ。そうなんだ。だから、ウマ娘を通して、日本の競馬の歴史や文化に触れることができるんだよ。面白そう。他にも、ウマ娘はいろいろな人とつながるきっかけになるんだぜ。どういうこと？ウマ娘のイベントやコミュニティに参加することで、同じ趣味を持つ人たちと出会えるんだ。確かに、イベントとか、楽しそう。だから、ウマ娘は、単なるゲーム以上の存在なんだぜ。そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はウマ娘ってなんでこんなに人気なのかについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。ウマ娘って、もう社会現象ってレベルだよな。ゲームもアニメも人気だし、グッズも飛ぶように売れてるんだぜ。確かに、よく耳にするわね。でも、なんでそんなに人気なの？まず、ウマ娘の最大の魅力は、現実の競走馬をモチーフにしてるってとこだな。競走馬？そう、あの、有名な競走馬たちが、人間の姿になって、レースで競い合うんだぜ。へえ。それは面白いわね。でも、競走馬が人間になったら、どんな感じになるの？それが、ウマ娘の魅力なんだぜ。それぞれの競走馬の性格や特徴を、人間に落とし込んでるんだ。なるほど。だから、あの子のキャラクターが生まれるのね。そうなんだぜ。例えば、シンボリルドルフは、気高く、プライドの高い女王様的なキャラで、東海帝王は、明るく、誰とでも仲良くなれるようなお調子者的なキャラだ。個性豊かで、見てて飽きないわね。それに、ウマ娘には、育成システムっていうのがあって、自分でキャラクターを育てて、レースに出場させることができるんだぜ。育成システムって？簡単に言うと、キャラクターの能力を上げて、強い馬にするっていうシステムだ。トレーニングしたり、アイテムを使ったりして、キャラクターを成長させるんだぜ。なるほど。自分の手で育てた馬娘が、レースで勝つのは、きっと達成感があるわね。そうなんだぜ。育成システムを通して、プレイヤーは、馬娘と深く関わることができるんだ。それは、確かに、愛着が湧くわね。それに、馬娘には、様々なイベントやストーリーがあって、プレイヤーを飽きさせない工夫がされているんだぜ。イベントやストーリーがあるの？そうなんだぜ。例えば、キャラクター同士の絆を書いたストーリーや、レースに勝利するための戦略を練るイベントなど、様々なイベントが用意されているんだ。イベントやストーリーで、キャラクターの新しい一面を見られるのは、嬉しいわね。それに、ウマ娘は、音楽も魅力的なんだぜ。音楽？そう、キャラクターソングや、レース中に流れる BGM など、どれも素晴らしい音楽ばかりなんだぜ。音楽があると、さらに盛り上がるわね。他にも、ウマ娘の魅力はたくさんあるんだぜ。具体的には？例えば、キャラクターのデザインや、レースの臨場感、そして、ゲームの世界観など、
魅力が満載なんだぜ。なるほど。確かに、ウマ娘はいろいろな要素が組み合わさって人気になっているのね。そうなんだぜ。ウマ娘はまさに夢と感動を与えてくれる作品だ。確かに、ウマ娘の世界に魅了される気持ちがよくわかるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はウマ娘の人気ランキングについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、ウマ娘の人気ランキングって話題だよな。ネットでもいろんなランキングが飛び交ってて、見てて面白いんだけど、実際どうなの？確かに、いろんなランキングを見かけるわね。でも、どれが本当の人気ランキングなのか、よくわからないのよね。そうだな。ランキングって、基準がバラバラだから、一概にこれが正しいとは言えないんだぜ。どういうこと？例えば、単純に検索回数が多いキャラをランキングにする場合もあるし、アンケート形式でファンに人気投票させる場合もあるんだ。なるほど。それじゃ、ランキングによって、結果が全然変わっちゃうわね。まさに、その通りだぜ。だから、ランキングを見るときは、どんな基準で作成されているのか、ちゃんと隠し伸ぶすることが大事なんだ。ランキングの基準、気にしてなかったわ。あと、ランキングはあくまでも参考程度に見ておくのがいいぜ。最終的には、自分が好きなキャラを応援するのが一番大切なんだ。確かに、ランキングよりも、自分の好みが大事よね。それと、最近のウマ娘人気ランキングでは、古いキャラよりも新しいキャラの方が上位にランクインすることが多いんだぜ。そうなのね。なんで？これは、新しいキャラの方が、ゲームのイベントやストーリーで活躍する機会が多いからなんだ。なるほど。だから、ランキングを見て、あれ？このキャラ、昔はもっと人気だったのに、って思うこともあるかもしれないな。確かに、昔のランキングを見てみると、今のランキングと全然違うわね。だから、ランキングはあくまで一つの指標として捉えることが重要なんだぜ。わかったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はウマ娘の人気が爆発した理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。ウマ娘って、もうブームってレベルじゃなく、社会現象になったよな。本当に、あちこちで話題になってるわよね。ゲームもアニメも、人気だけど、なんでこんなに人気になったのか、考えてみたんだぜ。私も気になってたの。なんでこんなに人気なのかしら。まず、ウマ娘って、競馬とアイドルを融合させたゲームなんだよな。そうよね。キャラクターが可愛いし、競馬の知識も学べるし。その融合が、思ってた以上にハマったんだぜ。競馬ファンも、アイドルファンも、両方楽しめちゃうからな。確かに、競馬ファンが、ウマ娘でアイドルにハマったり、アイドルファンが、競馬に興味持ったりしてるわよね。それに加えて、ゲーム実況も、ウマ娘人気に大きく貢献してるんだぜ。ゲーム実況？どういうことかしら？ゲーム実況って、ゲームをプレイしながら、実況する動画のことだよな。ああ、よく YouTube とかで見かけるわよね。ゲーム実況って、ゲームの内容をわかりやすく説明してくれるし、面白く見せてくれるんだよな。確かに、ゲーム実況を見てると、ゲームやってみたくなるわよね。ウマ娘の実況動画は、特に人気なんだぜ。ゲームの面白さを、わかりやすく伝えてくれるし、キャラクターへの愛も感じられるし。なるほど。実況者の熱意が伝わって、見てる私も熱くなっちゃうわよね。実況者って、みんなウマ娘に詳しくて、ゲームの戦略とか、キャラクターの能力とか、詳しく解説してくれるんだぜ。実況を見てると、私も、ウマ娘について詳しくなれ、そうね。それに、実況動画って、みんなが同じゲームをプレイしてるって感覚になれるんだよな。ゲーム実況って、みんなでゲームを楽しんでる感じがするわよね。だから、ゲーム実況って、ウマ娘人気をさらに加速させたんだぜ。なるほど。ゲーム実況が、ウマ娘ブームの要因の一つってわけね。他にも、ウマ娘の人気には、いろんな要因があるんだけど、ゲーム実況は、かなり重要な要素だと思うぜ。ゲーム実況が、こんなに、大きな影響力を持つなんて、驚きだわ。ゲーム実況って、ゲームの世界を広げてくれる力があるんだよな。確かに、ゲーム実況を見てると、今まで知らなかったゲームの世界を知れるわよね。
だから、ゲーム実況って、ゲーム業界全体に大きな影響を与えてるんだぜ。ゲーム実況って、こんなにすごいものだったのね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は馬娘最強キャラについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。馬娘最強キャラってのは、結局のところ、どのゲームでもそうだけど、編成とか育成とか、そういう状況によって全然変わってくるんだよな。なるほど。つまりは、一概に最強ってのは言えないってことね。そうだな。例えば、逃げキャラで考えてみれば、ゴールドシップとか、成田大神とか、強いのは間違いないんだけど、実際のレースでは、環境とか、相手との相性とか、そういうのも考えて、育成しないといけないんだぜ。なるほどね。じゃあ、最強キャラってのは、育成とか環境によって変わるってことは、実際には、どの馬娘が強いのか、自分で考えてみないとわからないってことよね。そうだな。馬娘の楽しみ方は、自分で最強の馬娘を見つけること、ってのもあるんだよな。そうか。だから、みんな、いろいろな馬娘を試して、自分にとって、最強の馬娘を見つけるのが楽しいのかもしれないわね。そういうことだぜ。最強ってのは、結局は、個人の好みとか、育成方針とか、いろいろで変わるんだぜ。なるほどね。でも、じゃあ、やっぱり、みんなが最強って認める馬娘って、いるんじゃないの？みんなが最強って認めるか？それは難しい質問だな。でも、やっぱり、みんなが強いって認める馬娘はいると思うぜ。それは、どこの馬娘なの？例えば、スペシャルウィークとか、サイレンス鈴鹿とか、そういう馬娘は、みんなが強いって認めるんじゃないかな。なるほどね。スペシャルウィークとか、サイレンス鈴鹿って、確かに、強いイメージがあるわね。強いよね。でも、強いってだけじゃなく、みんなが好きな馬娘ってのも、やっぱり大事だと思うんだぜ。どういうこと？例えば、オグリキャップとか、東海帝王とか、そういう馬娘は、性能も強いけど、人気も高いから、みんなが最強って認める馬娘って感じがするんだぜ。確かに、オグリキャップとか、東海帝王って、人気が高いわね。そうだよな。人気も性能も高いってのは、最強馬娘の条件の一つなのかな、って思うんだぜ。なるほどね。じゃあ、最強の馬娘ってのは、結局は、自分で見つけて、自分で決めるものなのかもしれないわね。そういうことだぜ。最強ってのは、一つだけじゃなくて、いろいろあるんだよな。そうか。じゃあ、私もいろいろ試して、私にとって、最強の馬娘を見つけてみるわ。いいじゃないか。いろいろ試してみて、最強の馬娘を見つけてくれよ。わかったわ。ありがとうね、マリさん。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は馬娘のキャラ人気について解説するぜ。よろしくお願いするわ。馬娘って、やっぱ人気キャラ多いよな。そうよね。どのキャラも魅力的だもんね。最近、海外の馬娘人気投票の結果が出たんだぜ。え、海外でも人気なのね？もちろん、海外でも馬娘は人気なんだぜ。すごい。どんな結果だったの？1くらいは、なんとオグリキャップだったぜ。オグリキャップ。意外。海外でもオグリキャップは人気なんだな。でも、オグリキャップって、日本でも人気だよね。そうだな、日本でも人気キャラだ。じゃあ、海外でもオグリキャップ人気って納得だわ。でも、海外だと、オグリキャップ以外にも、人気キャラがいるんだぜ。え、どんなキャラ？海外では、サイレンス鈴鹿が人気なんだぜ。サイレンス鈴鹿？サイレンス鈴鹿は、海外でも人気が高いんだぜ。サイレンス鈴鹿も、確かに魅力的よね。あとは、スペシャルウィークも人気なんだぜ。スペシャルウィークも人気なのね。スペシャルウィークは、海外でも人気が高いんだぜ。なるほどね。海外だと、また違うキャラが人気なのね。そうだな。海外だと、日本とは、人気キャラが違うこともあるんだぜ。面白い。海外の馬娘ファンは、日本とは、ちょっと違う視点で見てるのかな。もしかしたら、海外の馬娘ファンは、日本とは、違う文化の影響を受けてるのかもしれないわね。そうかもしれないな。いずれにしても、海外でも馬娘が人気なのは嬉しいことだな。
本当に。ウマ娘人気は、世界に広がってるんだぜ。すごい。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はウマ娘の人気の秘密について解説するぜ。よろしくお願いするわ。ウマ娘って、なんでこんなに人気なんだよな？確かに、最近よく耳にするわよね。アニメもゲームも話題になってるし。そうだろう？昔はアイドルとか声優とかの方が人気だったんだけど、今はウマ娘がトップクラスだぜ。そうなのね。でも、なんで、ウマ娘が、こんなに人気になったのかしら？それはな、ウマ娘の魅力が、今の時代の人々に響いてるからなんだぜ。魅力？具体的に言うと、どんなところが魅力なの？まず、ウマ娘は、リアルな競争馬をモチーフにしてるんだ。そうよね。東海帝王とか、シンボリルドルフとか、実際にいた競争馬の名前がそのまま使われてるわ。そう、だから、競馬ファンも、ウマ娘を通じて、大好きな競争馬を身近に感じることができるんだぜ。なるほどね。だから、競馬ファンに人気があるのかしら。それだけじゃないぜ。ウマ娘は、競争馬の個性や物語を、キャラクターとして表現してるんだ。個性や物語？どういうこと？例えば、東海帝王は、気品あふれる女王様的なキャラとして書かれてるんだ。シンボリルドルフは、冷静沈着な天才タイプ。確かに、アニメやゲームを見てると、そんなイメージよね。そうだろう？ウマ娘は、競争馬の個性や物語を、魅力的なキャラクターとして表現することで、競馬ファン以外にも、幅広い層の人々に受け入れられてるんだぜ。なるほどね。だから、アイドルや声優と同じように、人気が出てるのかしら？それだけじゃないぜ。ウマ娘は、育成ゲームという要素も持ってるんだ。育成ゲーム？どういうこと？ウマ娘のゲームでは、自分の好きなウマ娘を育成して、レースで勝利を目指すことができるんだ。へえ、そうなのね。育成ゲームって、結構人気あるわよね。そうだろう？ウマ娘は、育成ゲーム要素を通じて、プレイヤーは、自分だけのウマ娘を育て上げる喜びを味わえるんだぜ。なるほどね。育成ゲーム要素も、人気の一つなのかしら。そうだな。ウマ娘は、競争馬モチーフ、キャラクター、育成ゲームという、複数の要素が組み合わさって、今の時代に人気が出てるんだぜ。なるほどね。ウマ娘の人気の秘密が、よくわかったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はウマ娘の人気投票について解説するぜ。よろしくお願いするわ。ウマ娘って人気投票が頻繁に行われるよな。そうね。いろんな媒体で投票企画があるみたいよね。最近だと X とかで話題になってるらしいぜ。そうなのね。一体どんな結果になってるのかしら。いろいろあるんだけど、今回は特に注目すべき結果があったんだぜ。それは一体どんな結果なの。なんと1位と2位の差がわずか 0.1% だったんだぜ。そんなに僅差だったの？まさにデッドヒートってやつだな。すごいわね。一体、どんなウマ娘がトップ争いを繰り広げてたのかしら？ 1 位は、あの伝説のウマ娘、シンボリルドルフだぜ。シンボリルドルフ。あの、強くてかっこいいウマ娘よね。そうだな、まさに伝説のウマ娘だぜ。で、2位は誰だったの？ 2 位は、あの気品漂うウマ娘、東海帝王だぜ。東海帝王。あの美しい馬娘よね。そうだな、まさに美しき女王だぜ。シンボリルドルフと東海帝王が僅差で争ってたなんて、ロマンしかないわね。だろ？まさに夢の対決だったぜ。この投票結果、他の馬娘ファンもきっと驚いてるわよね。そうだな、この結果は、馬娘ファンなら誰しもが気になるだろうな。じゃあ、この投票結果について詳しく教えてくれる？わかったぜ。詳しく解説してやるよ。ありがとう。まず、今回の投票は、X での投票企画だったんだぜ。X での投票？今話題の SNS よね。そうだな。X で投票する企画があったんだぜ。どんな内容の企画だったのかしら？企画の内容は、今、最も人気のウマ娘は誰だ？ってやつだったぜ。なるほど。
シンプルでわかりやすい企画ね。全83人の馬娘の中からベスト10を選んで投票するって企画だったんだぜ。83人の中から選ぶって、かなりの難題よね。そうだな、みんなそれぞれ魅力的な馬娘ばかりだから、選ぶのも大変だっただろうな。確かに。私も、好きな馬娘は、たくさんいるわ。で、この投票結果、シンボリルドルフと東海帝王が僅差で1位、2位になったわけだぜ。本当に僅差だったのね。この結果を受けて、ネット上ではいろいろな意見が出てるんだぜ。どんな意見が出てるの？シンボリルドルフファンは、やはりルドルフ様は最強、って喜んでたり。わかるわ。ルドルフ様は、本当にかっこいいもの。東海帝王ファンは、帝王様も負けてない、もっと評価されてほしい、って熱く語ってたり。帝王様も美しいし、強いし、人気があるのも納得だわ。他にも、意外な結果、もっと他の馬娘が上位に食い込んできたのかと思った、って意見もあったぜ。確かに。予想外の展開だったわね。みんな、それぞれの思い入れを持って投票してるんだな。確かに。みんな、馬娘への愛が深いわね。この投票結果、馬娘ファンの間で大きな話題になってるんだぜ。それだけ馬娘人気は、すごいってことよね。そうだな、馬娘は本当に人気があるんだぜ。今後の投票結果も気になるところね。今後の展開も楽しみだな。今後の投票結果も注目していきたいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は馬娘がなぜ人気なのかについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、馬娘って実際の競走馬を擬人化したアイドル育成ゲームなんだぜ。そうなのね。だから競馬ファンはもちろん、アイドル好きの人も楽しめる要素があるんだ。なるほどね。それに、キャラクターのデザインも魅力的なんだ。確かに、可愛い子が多いわよね。そうだろう？でも、なんで、そんなに人気になったのかしら？いくつか理由があるんだぜ。教えてください。一つは、ゲームシステムの面白さだな。ゲームシステム？育成要素が充実していて、プレイヤーは自分だけのオリジナル馬娘を育てられるんだ。それは楽しそうね。それに、レースも戦略性があって面白いんだ。戦略性？例えば、レース前にどの馬娘を走らせるか、どのスキルを使うかなど、いろいろ考えないといけないんだ。なるほどね。二つ目は、キャラクターの個性と魅力だな。個性と魅力？馬娘は、それぞれ個な性格や能力を持っているんだ。個なキャラって、どんな感じなの？例えば、ツンデレなキャラ、クールなキャラ、お調子者のキャラ、いろいろなタイプがいるんだ。いろいろいるのね。それに、キャラクター同士の関係性も魅力的なんだ。関係性？例えば、ライバル関係だったり、友情関係だったり、いろいろな関係性があるんだ。なるほど。三つ目は、メディアミックス展開だな。メディアミックス？ゲームだけでなく、アニメや漫画、音楽など、いろいろなメディアで展開されているんだ。いろいろな媒体で展開されているのね。だから、ゲームをプレイしていない人でも、馬娘の世界に触れやすいんだ。確かに、アニメは見てるわ。四つ目は、声優陣の豪華さだな。声優さん？有名声優さんが多数出演しているんだ。豪華な声優さんばかりだものね。だから、声優さんのファンも楽しめるんだ。なるほどね。五つ目は、育成要素の奥深さだな。育成要素って、どんな感じなの？馬娘は、トレーニングやレースを通して、様々な能力を成長させることができるんだ。育成って、大変そうだけど、面白、そうね。そうだろう？いろいろな要素が組み合わさって、人気になったのね。そういうことだ。いろいろ教えてくれて、ありがとうね。どういたしまして。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。